綺麗。どうですか？はい。うん。出して、出てしまう感じかな。カラフルな感じするよね。はい。はい、松ぼっくりみたいなのが並んでるんですけど、これは何でしょう。はい、メタセコイアさんです。はい、松ぼっくりよりちっちゃいんだけどね、はい、たまたま学内にあったのでこれを持ってきたと、はい、カラフルにしたいので色を塗ってもらおうかしら。はい、いわゆるラインマーカーだよね。はい、ヘッドを取ります、うん、はい、この辺ですか。うん、こんなんでいいですか。うん、大丈夫。はい、いいですか。はい、はい、さっき作ったね、要素液、はい、ね、チャプチャプ、はい、うん、チャプチャプします。はい、出まーす。うん、はい、OK です。はい、うん、はい、で、このまま置いといて、はい、あの、もう構わないんだけど、すごく時間かかるね。はい、でこれドライヤーがあるので、はい、ちょっと乾かして、そしてその面が少し白っぽくなってくるのかな。はい、ではオフにして、はいはい、こういうことですか、ね、うん、そうそう、ボタ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 って感じ、うん、そう、まあこんな感じかな。カラフルな感じするよね。はい、じゃあちょっとあと残り物これ全部注いじゃって、そのままビーカー、こっちはね、はい、あの、ず時間かかると思うんだけど、はい、入れます。それは明日の朝観察かな。じゃあここで入れたということで、はい、でこれであとは様子を見るということ。はい、ふわふわしてきましたね。ちょっと明るくしてみるね。はい、完全に明るくしないと状況わかんないか。はい、まあこれこれいいかな。5分ぐらいでしょ。そうですね、早いですね、随分。うん、綺麗。どうですか。はい、すごいですよ。ちゃんと白いのがふわふわしてますよ。うん、じゃあブラックライトを一回止めてもらって、はい、普通のライト10分ぐらいだね。そうですね、10分でここまで出るから、まあ、次の日まで待たなくてもいいっていうことだよね。そうですね、はい、はい、OK でございました。はい、じゃあここは明日の朝どうなってるかっていうことだね。そうですね、緑色の蓄光剤がいいですね。樹氷みたいなやつ。樹氷。そう、こっちが1日、こっちは2日ぐらいかけて。はい、こっちが2日。そう。ブラックライトを当てるとこう、ね、蛍光部分が、ね、うん、はい、光ります。1枚のティッシュペーパーを畳んで、真ん中をつまんで、まあ、半分ぐらいまでですかね。じゃあこの切った部分にこちらの蛍光マーカーで。5色使いました、うん、簡単に、はい、はい、固定しました、はい、じゃあそこに尿素水をボトルの半分ちょいぐらい、ボトルの半分ちょいぐらい、うん、はい、ピペット使った方が使いやすい、移しやすいかな。ピペット、うん、はい、この下の、うん、折った部分をビリッとこよってこよってね、はい、なるべく下の方まで広げて、うん、あとは待つのみです。こちらが半日一日刺すとこうなります、うん、